現地時間8月13日、ロサンゼルスエンジェルスの大谷翔平は、本拠地で行われたヒューストンアストロズ戦に1番 DH で先発出場。4打数1アンダ1打点という結果に終わり、チームも1対4で敗れた。試合は立ち上がりから両軍先発による投手戦の様相を呈した。 エンジェルスのパトリック・サンドバルとアストロズのザック・グレインキーは共に緩球を巧みに使い分けて相手打線を封じる立ち上がりの3回までスコアボードにはゼロが刻まれた注目の大谷翔平も自分のバッティングをさせてもらえない初回の第1打席はショートライナーに倒れると3回の第2打席は 初球から狙いに行くも、外角へ沈む変化球に芯を外され、ライトフライに終わった。ゲームの均衡は4回に崩れる。サンドバルが2つの死球とヒットで虫満塁のピンチを招くと、カイルタッカーにライトへの痛烈な満塁本塁打を打たれたのだ。4点の援護を受けたグレインキーは、 さらに会長に飛ばして、エンジェルス打線を、翻弄。6回には、大谷翔平と3度目の対戦を迎えるが、カウント2から2から、外角低め。それも外へと逃げていく87マイル、約140キロの、チェンジアップを振らせて空振り三振に切って取った。危なげなく、スイスイと投げ込む37歳のベテラン右腕を前に、 反撃の糸口が見出せなかったエンジェルス。しかし、グレインキーが変わった8回にチャンスが舞い込む。リリーフしたケンドールグレーブマンを攻め立て、西一、二類の後期で大谷翔平へと繋いだのだ。この日、最大とも言えるチャンスで打席に立った背番号17は、二球目に、 投じられたインハイへのニシームをフルスイング。バットを折りながらも前に飛ばした打球は、見事に大谷翔平シフトを敷き、右折りに守っていた三遊間を破る。これで二塁走者が一気に生還すると、さらに相手守備陣が処理にもたつく間に大谷翔平も果敢に二塁を陥れた。しかし、 地元紙 LA タイムズのジャック・ハリス記者が大谷が見事にシフトを破ったと称えた大谷翔平の今季85点目も及ばなかった結局最終回はアストロズの守護神ライアンプレスリーに三者凡退に切って取られたエンジェルスは1から4で敗戦通算成績も58勝59敗となって 再び借金生活に陥った。大谷翔平。どん詰まりないアンダなのに二塁到達。打球速度90キロメートル、米記者、抜け目ないアストロズ戦に、1番 DH で、出場前大リーグエンゼルスの大谷翔平投手は13日、日本時間14日。本拠地アストロズ戦に、1番 DH で、先発出場。 8回にタイムリーナイアンダーを放った。ドンズマリンの打球で、サゼンの打球を三塁手が追って補給。隙を見て二塁を落とし入れてしまった。実際の映像を米メディアが公開し、米記者も抜け目ない走塁と注目している。この打球で二塁に行ってしまうのはさすがだ。エンゼルスが4点を追う8回にし1 二塁。大谷翔平は、内角ボール球の98マイル、約157。7キロに反応した。バットの根元で捉えた打球は、力なく遊撃方向へ。しかし、シフトが敷かれてガラ空きだった。三塁手ウィルソンが懸命に追いかける間に一人生還。タイムリーとなった。 そしてこの後、一塁を回っていた大谷翔平は一旦ストップするも、隙を見て二塁へ、快速を生かして滑り込み、セーフとなった。実際の映像を、米ロサンゼルス地元放送局、バリースポーツウェストの公式ツイッターが公開、米スポーツ専門サイト、 ジアスレチックなどに寄稿していたブレント・マグワイア記者も、昌平・大谷が、シングルヒットで、エンゼルスに初得点をもたらす。さらに、抜け目ない走塁で二塁まで進むと自身のツイッターで伝えた。米紙 USA トゥデイに寄稿していたマイケル・シュワブ記者のツイッターによると、大谷翔平の打球速度は55、 8マイル、約89。8キロという、緩い位打だだった。エンゼルスは、大谷翔平が、唯一のタイムリーを放ったが、1から4で敗れている。メジャー評論家が、取材もできない、ベテラン投手の秘話を公開、大谷翔平には、自分から声をかけた。あんなの見たことない、エンゼルス大谷翔平投手が、 1>, 1番 DH で先発出場。4打数1安打1打点と4試合連続安打と、リーグ2位体の85打点をマークした。この試合で解説を務めていたメジャーリーグ評論家の秋井のせ氏が、勝利投手となったアストロズグリーンキーについて、大谷翔平とのエピソードを紹介。 グリーンキーの方から大谷翔平に声をかけた。あんなグリーンキーは見たことがないと驚いたと明かした。グリーンキーは、過去にサイヤング賞も獲得。この日の勝利で通算219勝目を挙げ、後の殿堂入りも確実視されている高投手。現在は37歳で、 最盛期の160キロオーバーのストレートもなく、150キロ弱にとどまっているが、丁寧にコーナーをつくコントロールとスライダー、チェンジアップなどを巧みに使い、今季11勝と活躍している。一方で過去には社会不安障害でチームを離脱したこともあり、現在でも多くの人々と会話を交わすことはなく、 アキイノセシによれば取材ができない。謎の男という選手の一人だ。このグリンキーが、自ら積極的にコミュニケーションを取ろうとしたから、アキイノセシにとっては実に衝撃的なシーンだった。今年初めて対決があった時、大谷翔平が打ち取られました。大谷翔平が、 グリーンキーの横を通るときに、グリーンキーの方から声掛けをしたんです。あんなの見たことがない。しかもはにかんだ笑顔でしたと、当時の驚きを回想した。今やイに出れば、相手や主から、投手として登板すれば、相手打者からも声をかけられるような存在となった、大谷翔平。グリーンキーも、投手としては、 非常に打撃がいいことで知られ、若い時期に二刀流に挑戦していれば、大谷翔平にとって二刀流の先輩になっていた可能性もある選手。ファンからは、グリーンキーが唯一笑顔を見せる男大谷翔平、大谷翔平に興味を持つグリーンキーといった反応も見られていた。なお、グリーンキーはこの日の登板後、 ベンチで早速自身の投球を振り返る様子が現地映像でも流され、映り込んでいたのが左打者だったこともあり、ちょうど大谷翔平との対決を確認していたのか、ということでも話題が起きていた。次のオーディオビデオでお会いしましょう。